6年ぶりの歓喜か、それともヤクルトが勝って第8戦突入か、神宮球場から完全生中継でお届けいたします。オリックスが3連勝で迎え、日本一へ王手をかけて迎えたこの第7戦です。決着か、それとも第8戦突入か、頂上決戦、いよいよクライマックス。第7戦プレーボールがかかりました。スワローズ先発はサイスニード。初球から行くセンターへ大きな当たり、塩見バック、塩見バック、塩見バック、初球ホームラン。なんという幕開け。1番起用太田亮、神宮球場がいきなり沸きました。日本一へ大きな先制点、オリックス太田亮の一発。今シーズンホームラン1本の太田です。なんという幕開けでしょうか。